はい、こんにちは。エイトの大橋です。今回はね、動画としては初めてなんですけども、山の方に行きました。この周辺ではね、スジクワガタが取れると思うんで、いろいろ探してみたいと思います。はい、ノコギリクワガタがいましたね。これね、スジクワガタだと思うんですよ。また後で取り出した映像の方を見てもらいます。はい、先ほどのスジクワガタなんですけどね、取り出すことができました。ココアに似てるんですけれども、またね、顎の形が少し違いますよね。むっちゃかっこいい形してます。まあ、こちらの地域では少しね、標高の高いところでなかったらいてないような種類です。大きさは3センチあるかどうかぐらいですかね。それとノコギリクワガタ取ることができました。先ほどのね、映像とはまた別のやつなんですけれども、スジクワガタを取ってる間に落ちてきました。はい、なかなかね、良さそうな木がいっぱいあるんですけれども、ちょっと雨がね、急に降ってきたんで、今回は短いですけども、これで終わります。あとは時間があれば、ここも寄ってみたいと思います。最後までのご視聴ありがとうございました。